はい、ガチャットライブ始まりました。今回はパワーアップして帰ってきたあの輪ゴム銃ガチャ開封していきたいと思います。はい、ガチャ開封。バーン、ガトリング輪ゴム銃セカンドターゲット。前後し続いてラインナップ、ブラック、ベージュ、カーキ、ガンメタルグレー、そしてスケルトン。スケルトンすごっ。何このレントゲンみたいなやつ。小学生の時一時期輪ゴム銃って流行ってたけど、もう当時これあったらこれ持ってってたよね。けど先生に没収されるだろうね。いや、だいぶ前にあのショットガンのタイプ動画上げたんだけど、今回は連射できるガトリングガンタイプだね。これはね、非常に楽しみでございます。で、本体はというとこちら。お、スケルトンじゃん。なんかちょっとやらしい。中がスケスケ。あとは輪ゴムとガトリングの部品とターゲットだね。じゃあ順に開けていきますか。まず本体。かっこいい。して2つ目の袋。まず輪ゴム、結構入ってんな。で、部品、ターゲット。じゃあ組み立てていきます。はい、完成です。こんな感じです。いや、本当にリアル。そしてでかい、手のひらサイズ。で、輪ゴムをセッティングしていきますか。何個セッティングすればいいのこれ。 1,2,3,4,5,6 6個か。じゃあ1個目、取り付けづら。1回外した方がいいな。この1回外した状態から輪ゴム取り付けていきます。その方が絶対やりやすい、ね、怖いな。なんか指当たって発射しそう。うわ、もうやっぱほら飛ぶじゃん。はい、セッティング完了。恐ろしい。じゃあ実際にターゲットに向けて撃ってみますか。じゃあね、一気に倒していきたいと思います。 3,2,1,GO! ははは、一発しか当たってねえ。6発撃って一発しか当たってねえ。どういうことだよ。クソエイムか。いや、むずい。意外とむずい。6発あるから適当に撃っても当たるだろうっていう、そのおごり、それがあの結果を招いたかな。じゃあちょっと仕切り直して、今度こそ全員ぶっ倒したいと思います。よし !3,2,1! えい！また一人また一人。もう何回やってもね、もう当たらないんで、もうすいません、ターゲットの間隔狭くしました。もうこれで当たらなかったらね、もうその時はあ、こいつダメだなって思ってください。じゃあ行きます。 3,2,1,GO! あれ、一発出てね。あれ出ない、一発。あ、なんで、あれ、当てた。はい、ということで今回はガトリング輪ゴム銃ガチャでした。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。